lost my best friend to 23. She left her body in こんにちは、うなさんです。靴オブザイヤー2021、まず応募総数が288票となりました。メーカー数が67で、靴の種類が123足となりました。この靴オブザイヤーでは3票以上入ったものをご紹介していきたいと思います。1位から10位までのベスト10動画と、1位から19位と、僕がその1票や2票の靴の中で気になった靴をプラスアルファで紹介する動画2本立てにしていきます。ではここからは、11位から19位までとプラスアルファですね、僕が気になったプラスアルファについてお話していきたいと思います。ではいきますね。まず19位、安藤聖歌さんのネロです。はい、おめでとうございます。ネロの簡単な紹介なんですけど、ベーシックなモデルをロングトゥーにしてヨーロピアン的なパターンにした7インチブーツってことです。製法はノルウェージャンウェルト、レザーはイタリアベスタ社のオイルドケベックっていう革を使われているそうです。なんかアッパーの革ってこれ以外あるんですかね。とにかくオイルドのレザーってことですね。ごめんなさいどうしても持ってない靴なのであれなんですけどね。でそれでですね、シャフト部分はこう裏の革をつけずに1枚革でできてるらしいですね。非常にかっこいいですよね。なんかほんとしっかり作られた靴だなと思います。コメントにもあったんですけど、バイクを乗るときに履いてますっていうコメントもあって、そういう意味ではなんかこうタフに使える靴なんだろうなと感じました。はい、安藤聖歌さんのネロってどこかで一回触ったことあるんですよね。非常にしっかりした作りだなと思いましたよ、本当に。価格も4万6000円ぐらいなので、買いやすいですよね。こういう形のブーツにしてはものすごく買いやすいブーツだと思いますので、バイクに乗る方とか、例えば国産ブーツでまず入り口価格安く済ませたいよという方は、この安藤聖歌さんのネロって非常にまず第一選択肢に挙げてもいいんじゃないかなと思いました。はい、第19位は安藤聖歌さんのネロでした。はい、続いていきましょう。やばい、このペースでいくとまずいな。続いて、第19位2足目、ホワイツの、W100YPIP ですこれなんて読んだらいいの、W100Y チップかなです。これね、今回僕投票いただいた靴の中でビンビン来てるやつがこの W100Y チップですね。やばいやばいよ、 W100Y チップかもしれないけど、これやばいですね。ホワイツってアメリカのメーカーさんなんですけど、この靴に関してはこのアメリカのファクトリーで修行した日本人の職人さんが作られているジャパンメイドのホワイツブーツらしいんですよ。いや、ホワイツってハンドソンウェルテッド製法にこだわりがあるんですけど、その製法を完全にフルハンドで作られているブーツだということですね。そう、そのため1ヶ月で10足未満という、極小の生産となってるので、なかなか手に入れるのが難しいブーツの1足になってますね。やばいですよね。この横から見た時のこのつま先側のトゥースプリングのこの高い感じであったり、ヒールのこのねくびれの感じ、あとはホワイツぽくないっていう言い方するとあれですけど、例えば他のブーツってお尻ぽっこりだったりするじゃないですか。というよりももう少しこう日本人向けに作られてるのか、こういうねこの何でしょう、かかとの感じとかすごくいいですよね。でベロもちょっと長めに出してあって、ここも印象的で非常にいいですよね。ソールのねこの土踏まずのこのね盛り上がりとかね、これ独特なんですよね、このホワイツの、ね、やばいやばい、欲しいよこれ。僕だったら黒がいいですね、黒欲しいですね。買おうかな。これはちょっとね今ねビンビン来てるんですよ、ビンビン来てるんですよ、ビンビン来てるんですよ、本当にね。やばい、どこかで試着するできるとこがあったら買うかもしれません。はい、でも
多分頼んでも来年ね届くのかなレベルのものでしょ多分ね。まあ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 、楽しみな一足です。はい、同率19位はホワイトの W100Y チップでした。はい、3足目同率19位3足目いきましょう。3足目がニューバランスの996です。はい、これは僕がなんかもう声を大にして話すようなものでもないし、もう名作すぎてですね、もう完成されてる靴じゃないですか、もうディティールとしてもねなんか僕が話すようなものじゃないんですけど、一応簡単に996は1988年に誕生されたみたいで、うん、その系譜となった990っていうのは1982年に誕生してるんですね。で1986年に、995、1988年に996って流れで誕生してますね。このデザイン、あとこのシルエット、ニューバランスといえばこれっていうようなシルエットあるじゃないですか。僕はあのこのかかと側がグイッと上がってつま先側に向けてこう斜めになってるような雰囲気のこうニューバランス大好きなんですけど、あのねかっこいいですよね。ただ僕の足って比較的こう細めなんですけど、ニューバランスってイメージですよ、ちょっと皆さんがどう感じられるか分かんないですけど、僕のイメージだと比較的こうワイズ幅広な印象があってちょっとこう距離を置いてるんですけどね、うん、見た目はなんかいろんなものと合いやすいですし、そうだな、もうなんかカルチャーですよね。もうニューバランスっていうカルチャーだなと思います。はい、そういうレベルの靴だと思いますので、まあ僕がこれ以上語ることでもないかなと思います、ね。はい。ただせっかくランキングしたんで、どっかで試着してみたいなと思います。あのそういう動画も来年作りますんで、ぜひあのご興味あればチャンネル登録お願いいたします。はい。同率第19位はニューバランスの996でした。はい。次行きましょう。はい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 、同率第19位の4足目なんですけど、オルシャンクスのエンジニアブーツです。はい、もうこれはもう、ね、僕が話す必要ないでしょうっていう感じ、もうね全部そうなんです、全部そうなんですけど、この、靴に関してはもうなんかあの鈴木ミッチや師匠にどこかでお話ししてもらう動画を僕が撮った方がいいレベルですよ ね、 本当ね、鈴木ミッチやさんその時はよろしくお願いします。あの動画撮らせていただきますので。そう、このオルシャンクスのディレクションに関しては元レッドイングジャパンの代表の鈴木ミッチやさんが、されてます。で製造は、ブラスさんですね、この僕の動画でもこの靴クリームを紹介しているこのブラスさんの、松浦さんが担当されてますね、非常にそのなんだろうな、もう日本刀みたいなエンジニアだなと僕は思ってます。はい、アメリカ人が作るエンジニアブーツとは一線画すじゃないかなと。まあ実際もう僕触ったことがないんですよ。ただインスタの画像であったりいろんな履かれてる方の感想を見る限り、なんかね気の使いどころがいわゆるレッドウィングのそのエンジニアブーツとか今他の会社で作られてる現行のエンジニアブーツとは方向性が違うものだなと思ってます、そうなんか用途と日本刀って別物じゃないですか。なんか、ね、日本刀感のあるエンジニアブーツだなと思ってますよ。そう、一度ねどこかで本当に触ってみたいですし、鈴木道也さんにその話をしていただきたいなと思ってます。来年はそういう機会を作りたいなと思ってます。はい、触ってみたいブーツの一個です。はい、同率第19位最後はオルシャンクスのエンジニアブーツでした。続いて、同率第14位が2足、1足目が、ドクターマーチンの8ホールです。これねここで入ってくるかって感じですよ。8ホール1460ですよね、もうこれはもう本当に音楽文化カルチャーとのつながりの中で、なんだろうな熟成された靴であり、でもスタートはこのドクターマーチンっていうその
足の不自由な人向けに作られたっていうところのこの2つのね文化がこう融合して今の若者が履いてるってことを考えると、まあまあまあ感慨深いですよね、うん、でその中でも、このキャッパーっていうモデルを、投票されていた方がいました、うん、まあ、基本的にその、うん、まあ、僕らの印象っていうか、まあ世の中の人ほとんど方もドクターマーチンというとプレーン2のイメージがあると思うんですけど、やっぱりここにキャップ2があるっていうところで、まあ、他の人と差がつけれるっていうところもありますし、コメントにもあったんですけど、これ写真が出るって書いてあって、まあ、僕が今見てるモデルも確かに革の断面茶色なんですよね、うん、そういう意味ではこうなんでしょうね、ドクターマーチン入ってみたいけど今のねこうよ若い子と被らないようなものがいいで、かつ経年変化を楽しみたいよっていう方向けのこの一つの、なんでしょう、提案要素があるコメントだったと思いますので、ぜひここでご紹介させていただきました、はい、うん、いいですねこれね、うん、まあ、ぜひそのドクターマーチン今興味ある方はこのキャッパーも一つ考えてみてはどうでしょうか。はい、同率第14位は、ドクターマーチンの8ホールでした。では同率第14位続いてはブラザーブリッジのヘンリーです、うん、来ましたね来ましたよこれはね、ツイッターのフォロワーさんで最近買いましたっていう方いましたけど、いやー羨ましい、羨ましいでしかないですね。一応そのブラザーブリッジさんの、この概要を読むとですね、スポーツシューズの起源でもある古いアスレチックブーツを元にブラザーブリッジらしいドレス感を加えたワードローブとして提案されてるってことなんですね。アッパーが馬側なので、グッドイヤーウェルト製法とは思えないほどに屈曲性がありますよって書かれてます、うん、これはね東京だったら本当にね伺ってみたい靴屋さんの一個なんですけどね、本当にね福岡でちょっと取り扱いの店舗作ってくれないかな、うん、いいよね東京に住むのいいよねこのレーストゥートゥーって言われるこのモンキータイプの靴で、こういうちょっとこうピッチッとね足に寄り添うようなものが欲しいなっていう方はぜひ検討してみてはどうでしょうか。まあ今買えるのかななんか完売って書いてあるし、うん、まあ店頭によかったら行ってみてください。はい、同率第14位はブラザーブリッジのヘンリーでした。やばいやばいやばい、これちょっと何分になってんの、さっさといかんと。はい、第13位はスコッチグレインのスパイダーです。はい、もうね動画でも何度も話をしてるんでちょっと割愛しようかなとも思うんですけど、ねスパイダーですスコッチグレインってリーガルと並んで日本のドレスシューズですね、ビジネスシューズを根底から支えてる企業だと思うんですけど、その企業さんが本当に何だろうな、革を無駄にしないっていうコンセプトと、その中でもこう何か自分たちでオリジナルのものを作ろうっていうこのコンセプトのこの融合点がスパイダーだったと思うんですけれども、うん、かっこいいんですよ、かっこいいんです本当に、うん、かっこいいんですよ。ということで、はい、ぜひご興味ある方は直営のスコッチグレインさんに行ってみてください。はい、第13位はスコッチグレインのスパイダーでした、はい、あらやばい、同率7位で6足あったマジか、マジじゃん、マジじゃん、てんてんてんだねこれね。19位から11位って言ったけど19位から13位に変更しますはいちょっとプラスアルファの方をお話しましょうごめんなさい。ここからはプランスアルファで気になった靴をさささっと紹介していきますので、詳しくは皆さん自分で調べてみてください、はい、まずは紹介だけします。まず1足目がアルゴのダービーシューズです。アルゴさんはですね、岐阜の靴職人兄弟が展開するブランドって書いてますね、うん、サイズオーダーで一足一足手作りしておりますって書いてます、うん、
見る限りどしっとしっかりした靴を作られてるんじゃないかなっていうイメージがありますね、うん、あくまでもこれは僕 の, あの見た目のイメージ。まあその中でも今回のダービーシューズ、まあ一応今回 MA10 っていう靴を紹介したいんですけれども、ごつくなくその中にもこうキュートさがあるような靴だなと思ってます。特徴2点ちょっと紹介したいんですけど、1点目がアッパーはクロムエクセルレザーで写真が出ますよっていう感じですね。これはなかなかあの経年変化好きにはあのよだれものでしょう、うん、でもう1点がグッドイヤーの靴って重いじゃないですか、まあ、そこを考慮して、まあ、毎日毎日こういうサービスシューズ的なものって毎日履くんで、まあ、機能性を考慮してブラックラピド製法を採用されてるってことですね。あのグッドイヤーとマッケイの愛の子みたいな感じです。まあ、あのググってみてください。あのそんなものだと思ってもらえればと思います。あの、グッドイヤーの重厚さと、マッケイの帰りの良さみたいなところを愛の子でやってるような感じですね、うん、はいそんな感じ。だいたい納期が6週間ぐらいでやってもらえるそうです。はい、ぜひ検討してみてはどうでしょうか。はい、次行きましょう。次がテイクファイブマイルさんのサービスシューズかな。さっきのアルゴさん の, あのサービスシューズもめちゃめちゃ気になるんですけど、こっちのね、あのテイクファイブマイルさんのサービスシューズいいですいいと思います。アッパーはガラスレザーを採用されてるそうです。うん、あのポストマンに使われているブラックシャパラル、合ってるはい、ブラックシャパラルですね合ってる、ブラックシャパラルもやっぱりガラスレザーなんですけどね。まあポストマンのブラックシャパラルとか、あとはサンダースのダービーシューズ、あれもガラスレザーですよね。ああいう雰囲気のものを検討するときに一つ選択肢に加えていいんじゃないかなと思ってます。価格も、サンダースのダービーシューズっていくらだ、サンダースのミリタリーダービーって5万ぐらいするんですよね。で、レッドウィングのポストマンが38,500円、今回のテイクファイブマイルさん の, そのサービスシューズは4万円ぐらいなんですよ、うん、なのにもかかわらずこだわりがすごい。まあ安定のグッドイヤーウェルトでしょ、でシックスホールであったり、あとは本当にね、こうサービスシューズ好きには絶対たまらないと思うんですけど、あのかかとがキャッツポーですキャッツポーついてますよ、うん、であとはまあこのかかとにこういうね、ブランド刻印があったり、履いた時のこのつま先の印象がかっこいいですね。クッとこう上がって上品な感じしますよね、うん、ステッチも非常に画像上では丁寧に仕上げられてますし、雨に強いサービスシューズを検討されている方はこのテイクファイブマイルさんのサービスシューズ検討してみてはどうでしょうか。はい、うん、気になりました。次終わらない、次気になったのがですね、ジョージコックスの白いラバーソールです。これはもう僕が前若い時履いてたからって感じなんですね。なんかビビッときました今から買うかって言われるとどうしてもその服装的に合わないなとは思うんですけど、昔僕パンクスっぽい格好してたのでその時はバリバリ履いてましたね。1900年代初頭の労働階級の方々の靴にはこのゴム底って使われてなかったそうなんですよ。その時はやっぱり高価なものだったみたいで、でその高価なそのゴム底のラバーソールを、つけようというところで、やったのがこのジョージ・コックスのこのいわゆるラバーソールなんですね、うん、でちゃんとこのコメントにですね、ブローセルクリーパーって書いてあるんですよ。これちょっと僕感動しまして、ラバーソールって書かずにブローセルクリーパーって書いてあるところにこのね愛を感じまして、ちょっとお話しようかと思って。このブローセルってこの売春宿のことなんですよ、うん、でクリーパーはその這う人っていう意味で、まあ、要はこの売春宿を音を立てずにこっそり歩く人のために作られたっていうような商品名なんですよね、ブローセルクリーパーズ。これをちゃんとブローセルクリーパーズ、この
白いラバーソールとかあのそういう形で書かないところにあのちゃんと知ってる人なんだなと感じてちょっとお話したくて取り上げました、ね。まあ、これもイギリスで一瞬にしてこう、流行の火が消えそうになったんですけど、まあ、ロンドンのこう不良少年集団のテディボーイズって言われるような集団がいるんですけどね、うん、その集団にこう注目されて、またそこからそのままパンクスの人たちです、ね、不良集団からこう、ね、トゲトゲのパンクスに、昇華して今未だに音楽の、方々そういうそのパンクスの方にはちょっとこう採用されてるっていうか好かれて履かれてるような靴だったりしますね、うん、僕も履いてました本当に思い出の靴ですね、はい。まあ、ぜひまだ履いたことない人一回ちょっと履いてみてください。くっそうもいいんでくっそうもいいんで、はい、じゃあ次行きましょう。続いてスクーブの M43 サービスシューズですね。これは、かっこいい、もう単純にかっこよかった、あんまりなんかこう多くを語る必要ないんじゃないかなと思ってるんですよ、これに関しては。かっこいいですよね。もうシンプルにかっこいい、もうそれ以外ないかな。このスクーブの M43 ブーツの、動画が実は YouTube にありまして、ルアさんかな、ごめんなさいね、僕あんまりこのファッション YouTuber じゃないのでそのファッション業界のことあんま詳しくないんですけど、愛知県の岡崎市のアメリカジセレクトショップのルアさんかなが動画にされてます。でルアさんの別注 の M43 サービスシューズの動画があるので概要欄に貼っときますので、ぜひ見に行ってください、かっこいいですね、はい。そうそうそう、なんか近くにあったらちょっと見に行ってみたいなと思いますよ、こういうの。はい、そんな感じ、ちょっとおすすめの靴でした。続いてナイキのエアジョーダン5、はい、これはもう、言わずもがなのルカワ君の、ね、バッシュですよね、はい、ルカワ君バッシュっていいんじゃないですか、ね、そうそうそう、これも思い出の靴っていうか、やっぱり僕ら世代ってやっぱエアジョーダンってヒーローなんですよ、まあ、最近で言うとそのコビ・ブライアントがちょっとねお亡くなりになったとかあって寂しかったですね、あれね。でこのエアジョーダン5そのものじゃないんですけど、僕はエアジョーダン6と7ですねは履いてたんですよ、小学校から中学校の間かな、履いてましたね。非常にこう僕ら世代のやっぱりヒーローの靴ってことで、まあ、それが今最近こうカラーバリエーションでやっぱこうスニーカーブームで来てるじゃないですか、まあ、そういう流れを見ると履いてみたいなと思って、最近もエアジョーダン7ですかねとか見てましたね。まあちょっとねやっぱり買っても履かないかもしれないと思って少しこうお預けにはしてるんですけど、まあ、ここにエアジョーダンが出てきてたんでぜひご紹介したいなと思ってお話しました、はい。あと2つかな、1つがラットシューズのリドリーですね。ラットシューズなんて浅草の確か、靴屋さんじゃなかったかな、ごめんなさい、そんなに僕詳しくないんですけど、そうラットシューズさんは浅草の、靴ですね。そう浅草を拠点にやられているあのグッドイヤーウェルトとアンドソンウェルテッドを展開されている靴ブランドさんですね。でちょこちょこと見かけるんですよ、YouTube 上でもインスタ上でも見かけるので、どこかで触ってみたいなとは思ってます。このちょっと調べてた時にビビッときたのが、このラットシューズさんのラットってラッツっていう言葉でわだちっていう意味から来てるらしいんですけど、そうなのでお客様がこれから歩んでいくさまざまな人生のシーンの中でこの靴と一緒に同じ記憶を、刻んでいけたら幸いですって書いてあるんです。このね言葉にねビビッときましたね。いいですよね、なんかその自分がね踏んでいくその道に轍ができて、それを誰かが、後ろをついてきてくれたり、自分が歩くことによってなんかねこう後ろの人が歩きやすくなるっていうような、轍って言葉に僕はちょっとこう
ビビッときたので紹介させてもらいました、はい、あのオリジナルラストを使われているようでして、こうミリタリーラストを、ね、削り込まれたりして作られているようでして、なんかこうなんでしょうね、 EC サイトを見る限りこのプレントゥーのものとこの U チップのものがあるんですね。で特に今回お話、今回紹介したいこのリドリーは U チップの方です、はい、やっぱ U チップの靴でいくとあの雰囲気は全然違うんですけどね、こうシャンボードなんかが結構まず最初の選択肢として上がってくるじゃないですか、うん、でシャンボードってやっぱりあのリスレザーっていういわゆる雨に強いって言われてる、まあ、あの機能性の高い革ってことで選ばれて、またそれがこう売り文句になってるじゃないですか。まあ意外といい値段しますよね、シャンボードってね、うん、で7万とか、うん、超えてくるブーツなんですよ。まあシャンボード U チップのブーツを検討している人の中で国産でかつこのミリタリー的な要素にも興味があって、なおかつウォータープルーフレザーを採用しているものが欲しいっていう方はこれがいいと思います。本当にうんいいんじゃないかな。ちょっとね触りに行きたいよね、マジ一回ね。綺麗な靴でじゃないかなと思いますよ、ここ見ればいい、うん、そしてかかとはまたもやキャッツポー、キャッツポーですキャッツポー、今日2回目登場、キャッツポーです、ね、はい、あ非常に僕あのおすすめな、おすすめだなというか非常に僕があの気になる靴だなと思って、うん、紹介させていただきました。はい、で最後ですね、皆さんはこの漢字どう読みますか。義士でしょね僕も義士って読んだんですけど実は違うんですね、これね、義行って読むんですね、うん、僕の中で衝撃でした、株式会社義行さんの靴で、今回ちょっと気になったのが、旅風のスニーカーですね。はい、これはもう本当に僕が知らなかったし、まあ、旅風のブーツって、まあ、あの例の有名なやつあるじゃないですか、例の有名なやつね、はい、あそこまで値段出さなくてもそれと同じようなものがかつ日本であるよっていうのをちょっとお話をしたいのと、まあ、非常にデザイン性高かったんで、まあ、ちょっとお話をしたくてあのちょっと取り上げてみました。なんか少しこうなんだろうな、ちょっと人と違うような靴が履いてみたいなとか思う方には、あのこの日本の匂いのするこういうものってありだなと思いました。うん、いやスニーカーもですし、ちょっと丈の長いね、なんだろう、サイドゴアブーツタイプのものもありますので、ぜひ検討してみてはどうでしょうか。なんかこう着物と合わせてもいいかもしれません。はい以上です。さてやばいなこれ、今ですね前半分だけで1時間回してます。もうやべえやべえよやべえよ、あと12足やらなきゃいけないんだ。はい、ランキング13位から19位までですね、プラスアルファでした。では次はトップ10じゃなくてトップ12の話をしたいと思いますので、引き続きお楽しみください。またチャンネル登録高評価お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、じゃあね。